ハードを切ってきました。日本がリードで後半キックオフです。注目の大久保です。ピルロ、マルキッシオ、攻撃に厚みを出してきます。戻します。ディナターレ、しっかりキャッチ。ザンブロッタ、デロッシがさりげない存在感。長友がカットします。予感のあるパスがつながった。ルーズボールになった。あ、日本のフリーキックになります。ディナターレ、カモラネージ、ここでキーパーへ戻す。ここにいるのはピルロ、アントニオ・ディナターレ、このコースは読まれていたか。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。これはディフェンスの勝利。ホイッスル、ファールです。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。デロッシ、ディナターレが絡んでいきます。渡さない、キープ。ボールにはデロッシ、カボラネージ、日本のスローイン。攻撃に移りたい。デグロッターリエ、マルキッシオ、ペペがこの位置です。フォロー欲しいですよ。振り抜いた。落ち着いています。これはカンナバーロ、ここにいます。カモラネージ、ダニエレ・デロッシ、ボールを返します。中村、キエッディーニ、マルキッシオ、稲本がプレーに絡んでくる。これはパスミスになった。大久保、さあゴールの方向を向きたい。ここにはディナターレ、突破しました。キーパー反応した。ゴール。さあ同点です。逆転といけるでしょうか。センターサークルからキックオフ。リードを奪うのはどちらのチームになるでしょうか。まだ行きません。どこで仕掛けるか。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。デロッシ、キエッディーニ、
デグロッタリエ、勝負どころと見たか、前に飛び出します。アントニオ・ディナターレ、支配力を発揮します。ピルロ、フリーキックで試合が再開となります。ピルロ、キエリーニが抑える。まだ仕掛けません。ボールを回します。ザンブロッタがボールに絡みます。本田圭佑がプレーに絡んでくる。レグロッターリエ、ペペ、ルーズボールになった。ボールは中盤で動きません。味方が上がってチャンスを作りにかかります。つながった。攻撃を組み立てられません。このパスはカット、読まれていましたか。キーパーに戻します。遠藤がカット、さあこれからです。強い、体をうまく使います。ボールを取った。味方はいるか。ボールを蹴り出したい。これは最後の最後にチャンスがやってきました。綺麗に通った。中はどうだ。攻撃の手には渡りません。攻撃を組み立てます。試合は延長戦となります。